と待っててください。どうなってるっけ。いやすごい豪雨でしたよこっち。マジ台風みたい。車にずっといたんですけど台風みたい。マジでよくこの葉っぱだから結構散っちゃってますよね。本当に台風みたいだった。降りれるのかな。は昨日行った本家 の河津町の河津桜じゃないない方に来ました。来たことなかったんでずっと駐車場にいて、今駐車場満車でしたね。タンポポさんがコメントなんて最初の昨日と違う場所です。あ、寝た時いないか。鎌寺寝た場所というか最後に配信を切った場所です。電波大丈夫そうですか。でみんななんかなびいちゃってるんですよね。さっきまでが本当に台風みたいな雨だったんで、まだ風がだからちょっと強いですけど、空は晴れになった。まあ行ってらっしゃい。この時間は多分あんま人来ないからな。セリさんもむしろチリかけですよ、そろそろ。また正論って読んだよ、これ、どういう意味か。一回下降りてみようかな。登ってこれるかな、俺。足痛いんですよね。昨日心霊スポットで歩きすぎて。マジで足首超痛いですよ、今。あんま歩けないです、今日。ジジイダメですね、もう。二日間、すげえとこ歩いちゃうともう。足腰がきつい。ああ、ここ綺麗やね。やってないんだ。じゃあぜひ俺のを見てください。ていうか総長のあの動画見たわ。意外なんであんな高画質なんですか、あれ。あれライブカメラってあんな高画質なの、夜なのに。昨日あの遊びで、ね、帰りにここに来るときに夜中にね、あのライブカメラがある本家の河津桜の方の橋をさ、橋でさちょっと遊びで釣りに行ったんだけど、もう意外とここが、いや、その見えた場所を言ってくださいよ。来る、今後ろ。いやーでも全然やっぱ昨日と違いますね。もうこっちはもう終わりかけって感じ。同じ伊豆なのに車で20分ぐらいしか変わんないのに、もうそろそろこっちほら葉桜が出てきちゃってるもん。わかるかなこの違い。菜の花はこっちの方が結構咲いてるかもしれん。川津かけ？川津かけってなんだっけ？聞いたこと、さっき昨日聞いたらなんだけど。
つか水量多いね今日川。多分昨日のあの豪雨のせいでしょこれ。この川どこから来てんだ。いやね、今でも関東も暖かくない？今むしろこれ上着着てきて失敗したレベルで暑い。なんか久々に間違いですよね。多分昨日めっちゃ豪雨だったんですよ伊豆。昨日というかさっきまで。それのせいじゃないかな。山のこれ水が流れてきてるでしょ。これこっち向いてるときはいいんだけど、逆向くと多分ね向かい風で超風が強くなっちゃう。ああやっぱ河津桜よりはなんかその幅が広い。引っ込まってるな。これあの伊豆、静岡県ですね。伊豆半島ってご存知ですか。伊豆の踊り子。これ一枚写真撮っとこうかな、この汚い川と一緒に。伊豆温泉だよね。風強いな、この川やっぱ。背中から押される。飛び込みなさいって。ちょうど川島に向かってすげえ強風。やばいやばいやばい。こっち向いて歩かないと。もっと風の音が入っちゃう、配信に。これすげえ綺麗な、なんかさ。新しく作ったようなこの多分観光用だよねこれ。いや晴れてな、さっきまでの天気が嘘のように晴れたわ、ね、これ絶対後から作ったよ。超綺麗だもんな。ここね観光で多分売ってるから、今河津桜だけじゃないぞっていうの。むしろ河津桜にやだ。ただ多分死なないけど、あ死なないじゃねえや、河津桜に持ってかれちゃうけど、河津桜の客もこっちに連れてこようっていう、多分ね新たな、これ今結構力入れてる観光でセットで行こうっていうね、なんかツアーもあるぐらいだから。昔はね完全河津桜一本のあの河津町だけだったんですけど、今こっちのねこの港、なんていう名前だっけな、南の桜祭りかな。でも全然綺麗だよねこっちも。ちょっと風入っちゃいます。全然綺麗。ただやっぱ河津よりはあのあれがないね、あの歩くところの本数。一本一本のなんかその隙間が多いから、風やばいなこれ。あーでもなんでどっかであったのそれ、書いてあった。しかもさ近くに日帰ります俺、そこ帰りそこで配信終わりますわ。でかなこれじゃないよ、なんかあれが来た、提案で言う。こうって感じでしょ、あれがあるって。源泉かけ流しじゃん、河内屋ていうか、すぐそこにも温泉があるんだから。俺の身長だと結構さ見えちゃうぐらいのところにさ浴槽があってさ、あの窓ガラスに反射して浴槽が見えちゃうんだから覗き案件になっちゃうから。また来た、みんなあれに乗るんだね。
白い。しかも一人で乗ってる、ね、またちょっと早かったなんか変わってたかもしれないですね。なんかすごい今心が、なんかさ今のおじいちゃんさ、なんか多分膝の上に死んじゃった奥さんのさ写真を置いててさ、多分昔ここに一緒に来てさ思い出の地なんじゃないの。悲しくなっちゃったよ見たら。多分二人で一緒に人力車乗ったの、奥さん亡くなっちゃってさ、今年はじゃあ一緒に見に行くかっつって写真持ってきたんじゃないの。あれここら辺結構ちゃんとまだ咲いてるな。つうか暑いなマジで今日。いや、ちょっと冗談抜きで、上着、風がやばい、ごめん、音が入っちゃうから、ごめんなさい。おいえ、強風、おう、ストロングウィンド。今、アノニマスのマスクしてるから。危ないよ、飛んじゃう飛んじゃう、素顔が出ちゃう。あ、ここ綺麗ね、すごい。なんかここも満開だ、この花。写真撮ろう。これなんか一つのさ、この最悪なマスク花粉症なんですよ。植物ほぼ全部持ってるんですよ。マスクしてるからだいぶ慣れてきたっていうか、まあ、なんか昔より薄れた気もするんだけど、でもアレルギー反応この前やったんですけど、結構みんなレベル高かったけど、最近あんま花粉症食らってないんだよね。まあ、マスクするようになったからかな。昔あんまマスクしてないからな。マスクってやっぱ花粉には大事ですね。ウイルスは防げないかもしれないけど、昔よりあんま症状がね、5年ぐらい前より症状が落ち着いてるんですけど、あ、そうなんだ。まあ人それぞれですよね。で、大学時代ぐらいですね、いきなり大学受験かな。そう、大学受験の日にいきなり2月ぐらいのあの大学受験ですっげえくしゃみが出てきて、いきなり杉が強かった年なんだろうけど、なんかあれがいるよ、白い鳥。何あれ、見えないか。画質はある、相変わらずの相変わらずのクソ画質ですね。一つだけ、一匹だけ。え、こんなに？俺？これ何？この可愛い花だね。あら、大変だもん。じゃあ、鶏ぐらい俺でもわかるわ。鶏ぐらい。あ、みんななんでこの花博士なの？え、これ綺麗だね。なんか珍しい形してるね、花。水仙蝶。競馬でよくね、花の名前が出てくるんですよ。本当に？これ競馬であのレースの名前にお花の名前とかよくのついてくるんですよ。宝仙花賞とか菊花賞とかさ。あれね、俺意外と多分ね、花の名前は知ってるんだけど、それでどういう花か知らないですよ。みんな普段普通の人があんま知らないぐらい、多分花の名前とかはね、俺多分競馬のレースで知ってるんだけど、勝負ステークスとかさ。意外と多分ね、言われたら多分分かるんだけど、花を見ないからそれがどういう花なのか分かんないんですよね。いや、ほんとついさっきまでちょっとね、雨がね全然止まなくて、
思ったより遅くなっちゃいましたね。本当は10時ぐらいから配信する予定だったんですけど、10時まだ集中豪雨でした、ね、台風、車吹き飛びそうなぐらいの風と、マジやばい、ここ独特のね、この南の半島の南のさ、そう、今の多分あの強風で台風みたいな本当風が来ちゃったから散っちゃってますよ。これもうちょっと残ってたと思うよ、多分今日の朝までは。本当にやばい雨だ、久々に。関東で言ったら本当台風レベルだけど、多分この半島のさ、岬とかそういうとこって風を受けやすいじゃないですか、海風とさ、山からの下ってきた風で、それが相まって独特のこのやっぱ岬独特の強風、暴風、久々に台風みたいな雨だった。あれ思い出しました、あのドンキで、あの夜中だけが人生なの、悲しいやん。恋愛成就、家内安全、健康促進、合格祈願、開運等々。そこ写真撮っとくか。どれ叶えたい？5億？書いてない。でもお金が欲しいは書いてない。恋愛、家内安全、健康、合格、開運だから、開運かな。5億だと開運で宝くじを取るみたいな。いけまー望みが高すぎやん。ないからレディーが2人来た。これ足元さ、枝があるからすごいな。枝がやばい、枝が。今何？あ、和子いらっしゃい。晴れました。ビジ映っちゃった。俺映さないようにしてたのにごめんなさい映さないように下向けてたはずなんだけど、ビジ映っちゃった。足だけ。これね、幸せのトンネルだって。幸せのトンネル今くぐってます。手が滑ってた。あれおかしいな。俺人は映さないようにしてるんだけどな。特に可愛い女の子は映さないようにしてるんだけど、おかしいっすね。それを俺反応しちゃうと、なんか俺のせいになるから、全て。そこね、タイムシフト見れるでしょ、あなた。見てないんだっけ、パン。今待って、風強いね。こっち向きに歩いちゃうと風を受けちゃうから、ごめん。ちょっとの間風の音は勘弁して。足が超疲れてる、ほんとやばい。久々に足が痛い。もう足首が痛い多分熟女ではなかったと思いますよ。熟女の範囲が。というかあれ、そうさ、いいね。熟女はやめよう、その話。俺マジそれ、また叩かれるから、女性リスナーさんに。叩かれたから、過去に。熟女の基準について話すと叩かれるから、俺も。熟女 NG ワードにしようか。何この車。何これ、生きてるの、この車。生きてないか。え、でもなんかイヤホンとか入ってるよ。どうしちゃったのこれ。イヤホン忘れてるよ。イヤホン忘れてる。あ、
カセットケースとかもある心霊車マジ怖い。カセットここというかさ、これ山めっちゃ入ってるタイヤが捨ててあるんだけど、これスタッドレスじゃない？違うか、スタッドレスじゃないか。何ここ不法投棄多すぎ。湖あ、いいね、菜の花かわいい。ちょ、SD さんみたいな喋り使えないと思う。 SD さんみたいな喋りになっちゃった。この花かわいい。あー、あっちもかわいい。多分 SD さんのモノマネやらせたら意外と俺結構いけると思うんだけどな。それはSDさんじゃないよちょっと曲がるよ。やばい、見すぎて怒られちゃう。これ見すぎてて怒られちゃう。どこまで行けばいいのこれ。締め切りきついな。一回向こう岸を張ってみようか。ひどいね、やっぱ河津桜もそうだけど集合できない。寝起き、寝る前に飲んだ。寝る前に飲んだ。あー、天気良くなったな。風邪するなんだこっちは。天気良くなったね。ほら、もう風の音がうなってるんだけど聞こえます？ね、青空いいね、やっぱね。昨日もっと青空だったらね、河津町の方が。あと綺麗な川も流れてるし、ね、この綺麗な川と持ってきてるかな。でもこれ明るくて映んないです、多分配信に。光が、太陽が使っていますから。パケラッタ見えないでしょ。定常、定常、常に持ち歩いてる。俺もやばい。緑は平常、平常。やばい、俺の好みの銅像がある。でもさ、銅像ってバンになるの？前から思ってたんだけど、これさ、銅像もバンになるの？なんか全裸の女性の銅像があるんだけど、一応やめとくか、上は。ここにさ、南伊豆町、写真を撮ればいいのか。写真撮っとくか。じゃあ分かんない、大丈夫だと思うよ、塩ね。それ過去に何回も映しちゃってるんだけど、そういうの知らない時代。あ、菜の花祭り、違う、何だっけ名前。ちょっと一回これを説明しておかないとね、配信上。南の桜と菜の花祭りなんて。南の桜、伊豆の南ってことかな。南伊豆町か、南伊豆町。いや、マジ足首痛いな、これ。今日はやばいな。川に溜まった土砂を取り除く。ここ横断歩道ないんだ。マジか、横断歩道ないんだ。急遽観光用の横断歩道作った方がいい。あ、スタンプラリーがある。あ、
しれないし、このスタンプラリーがあった、これ置いてきちゃったこれもらったけど置いてきちゃったよ、あの紙やんないと思って。それ全部歩かない、全部歩くと結構距離があるから、ね、こうちゃちゃってやって早く西伊豆に移動しないと天気が良くなったから。温泉入って、まだ俺あの旧天城トンネルの汚い体のままなんですよ。旧天城トンネルの汚い汚れた体なんで、まだちょっと温泉入りたい、もう汗だく、髪の毛ボサボサだし、風がやばい。そう、あの夜中だったから開いてなかったとこも。日帰り温泉が開いてなくて、でここの近くに1軒と、あとはちょっと西伊豆に行く方の道の駅にも1軒あってね、え引いたかもね。何軒かねリストアップはしてある。最悪日の夕焼けを見た後に近くに大江戸温泉があるんで、まあそこでもいいかなと思ったけど、そこだともう結構上の方まで行かなきゃだから、もう今入りたいからそこで入ろうかなと思って。でもこの辺にあるらしいんですよ、この辺に、そのこの河津桜の道沿いというか反対側だった気がするけど、まあでも大した温泉じゃないかもしれないけど、もしかしたら汚い温泉かもしれないけど、しょうがないですね、もうそれ言ってらんない、そんなこと。この辺り一帯は古代の集落跡地で、昭和50年51年度重なる青野川の氾濫で大きな被害が出たため、河川改修工事を行った際53年に発見され、日爪遺跡と命名された。この遺跡があるの、弥生古墳、平安時代の複合遺跡。住居跡に続いて祭祀場、製鉄所跡も見つかり、静岡市のトロ遺跡に匹敵されると言われ、古代の鴨群の中心であったとのある。今埋め戻されたんだって。あ、そういうのあるの、埋め戻しちゃうってな、埋め戻しちゃうんだね。なんかここの道綺麗じゃない、風が強くて音がごめん。ここいいね、両サイドにある、ここ河津みたい、河津みたいっていうか、これ河津桜って言うんだけど、地名がね。あ、これ写真撮りたいな、これ両サイドいいね。不思議なことにね、多分皆さんもそうかもしれないけど、河津桜さ、ピンクでめっちゃ綺麗なんだけど、ずっと見てるともういいかなってずっと見てるともういいかなってなる。昨日もだから帰り道タクシー使った、帰りタクシー使ったぐらいだから、駅からさ歩いていけばまた同じ景色見れるんだけど、河津はね、なんか最初の感動がでかすぎて、パッて見た時のこの何ボリュームがやばいんですよね、この河津桜の特徴。はい、こっちも、あ、普通の白い桜。いや、やばいやばい、風が強い、向こう向くと。これなんだっけ、なんか特殊な、もう河津桜っていう名前です、特殊ななんか交配されたやつ、大島江戸彼岸桜だかなんかと、なんとか桜を交配したものだと言われてるみたいな、八重桜ではない、多分ね、調べれば出てきます。俺もちょっとごめんなさい、忘れちゃった。2つの交配種みたいな感じ、早咲き桜の。
あでもこの苗があればね、この地域だけがこれ咲いてるわけじゃなくて、他の地域にももちろん河津桜はあるんだけど、河津って名前がついてるのは河津町が発祥なだけで、長野県に咲いてても河津桜ですか、埼玉に咲いてても河津桜。熱帯植物園とかあるんだ。あ、来た来た来た、また来たよこれ。びっしょびしょなんだけどこれ。雨をもうちょっと考えた方がいいね。二つ目俺押さない。あれかも、なんか湯気が出てる。あ、なんか地図は新しいけど町営って書いてある時点でちょっと怪しいよね。じいさんばあさんの集まりの、あ、喘ぎ声いらっしゃいね。建物はちょっとなんか建て直されてるけど、町営温泉って怪しいよね。なんかおじいさんいっぱいいそう。でももうそんな文句言ってらんない、もう体を洗ってすぐ出てきて移動するわ。下鴨温泉の中心である。はい、いってらっしゃい。あ、この下の菜の花綺麗。これその階段降りていくとどこに行くんだ。あ、こっから菜の花やばい。ちょっと待って、これ菜の花これ右側やばいんだ。足痛い、足がやばい。うん、めっちゃ綺麗、こうやば。菜の花いいね、やっぱ菜の花とのこのコラボやばくないですか。黄色とピンクと空の快晴の青、山の緑、もうここ最強だ。ちょっと写真撮ろう。風がやばいけど、空の雲の動きが早いんだよ。え、マジで雲一つなくなってる。これ夕焼け見れるかな今日。夕日、夕日が見たい。別に、あ、雲があってもいいから夕焼けになってればいい。夕焼け配信したい。どこでやるか決めてないけど、夕焼け5時半ぐらいなんですよね。西伊豆の夕焼けは日本海の夕焼けに次いでなかなか有名なんでね。日本海にはかなわないけど、一応ガイドマップがある。これだし、夕焼けないなんてなんだっけ、前も聞いた気がする。今どこだ、今ここからスタートして九条橋当たったのか。こう回ってこう来て、こう来てこう来てるのか。あ、もうここまで来てるのか。結構来てるね。あ、じゃあと反対一周回って俺この温泉で終了しよう。結構広いね、ここも河津桜並みに。あ、ここに菜の花畑もあるんだ。遠いな、こっちはちょっと。菜の花畑はいいや。やばい、川の流れが半端ないんですが。ここにも駐車場あるの？ここ500円じゃないの？もしかして。え、ここの駐車場全然空いてるんだが。これお金取らないんだ。俺が止めてる道の駅ですら500円取られる。あ、違うか、これ入り口で取られて奥に来てんのか。
川の水の量が多いですね、多分これ。伊豆の豪雨で。これ、橋かと思った、これ。橋かと思ったら、ただのなんか、水道管だった。こんな橋どうやって渡るんだよと思ったら、橋じゃなかった。水の流れ超速い今日。すげえ早歩きで、早歩き、早歩き兄ちゃんが来た。早歩き兄ちゃん。これ桜と菜の花が向かい合ってて綺麗。つうかもうみんなさっきの強風で全部下向いちゃってる桜が。すごいね、子供がだいぶ咲いたって言葉が出てくるんだ。地元民か。むしろ散ってきてるからね、早いっすよね。桜ってやっぱ合うね。意図的に埋めてるんですかね、これ。まこ、いらっしゃいませ。さっきまでね、すげえ集中豪雨でした。大雨。やっと晴れましたよ。ちょっと早く配信したかったのに。ここはあの、河津町、有名な河津町の方じゃない方の河津桜です。初めて来た俺、ここ電波大丈夫ですかね。結構川沿いなんだけど、そういえば何も気にせずやってるけど、意外と電波大丈夫なのかな。風がちょっと今これ向かい風歩いてるんで、ね、申し訳ありません。菜の花とのコラボ綺麗やん。あぶねえ、カーブミラーがあった。今映ってないよね俺。このお風呂入ってない汚い顔がついたから。ビビった、なんか BGM 流れてきたから、なんかそういう演出なんかと思った。ルルルドゥ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 ルってやつ。色濃い。え、誰の曲ですかこれ。ドゥルル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 ドゥルドゥルってやつ。ドゥル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 。着信音がおばあちゃん。そうか、おばあちゃんの着信音だったよ。なんか聞いたことあるなと思って、俺なんかこの桜祭りだからさ、 BGM がなんかどこかから流れてきたのかなと思った。何それ。難しい。平原綾香じゃないんだ。わお、菜の花もうちょっとこれね、なんかギュッてなってれば綺麗なのにね、この桜との対比が。あ、でもここの桜まだこれ本当に今満開だな。あ、そうなんだ。あ、元がクラシックで平原さんが歌ってるの。ある、なんだ。やばい、オートタイマーの家族写真に俺が入っちゃう。怖い怖い。これ役場庁舎展望台っていうのがある。地味な。これ行ってみるか。人いるかな。なんかほら、桜並木展望台。午前9時から午後5時まで外階段ご利用ください。何これ、役場。これ登れんの？
剣道だっけ、ゴー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 、渋いな、これ。これマジ、これ登って落胆が半端なさそうだけど。あ、いいね、手すりのある階段。自由に入ってくださいって書いてある。これ結構きついけど手すりがあるから超体に優しい、障害者に優しい、手すり最高。最近どこの心霊スポットにも手すりがないからね。あ、でも結構綺麗、思ったより綺麗、思ったより綺麗。写真だ、写真撮っていくよ。普通になんか普通にあれだね、写真撮った。景色が綺麗。なんかこの温泉のさ、あの黙々といい青空と山、風力発電のくるくるとか、桜と川、いいね。旅に来た感がある。超綺麗。あっちの方まであるけど、そっちは見えないね。どこで折り返しなんだろう。何なんだろうね、こっち側。議長室があるよ、議長室。何議長室って。偉い。社長みたいなやつ。この一番の見晴らしのいい、一番奥に議長室って書いてあった。一番偉いわけねえか。あ、でも役場だから。偉いのかな。町長が一番偉いんか。あ、桜町さんと。名前が入ってますもんね、桜って。暑い、この上着脱ぎたい。暑くなってきてる、本当。今日20度ぐらいなんですよ、今。バッテリーってこうやって刺すんだ、初めて見た。電気自動車ってこうやって刺すんだ。リーフル？太陽が暑い、やばい、汗だくなってきちゃう。ごめん、 Wi-Fi が落ちた。今大丈夫ですか？ AU に変えた。ドコモかな、今使ってた電波。多分昨日の Wi-Fi のままだとドコモの電波使ってたんだけど、ドコモなくなっちゃった。ここら辺 AU に変えました。もしかしたらまあ AU も止まっちゃうかもしれない。でも何も電波の気にならないぐらいここまで行けましたね。でももっと俺ないかなと思ったんだけど、電波川沿いだし。意外と電波持ちましたね。これ結構こっち端っこの方だから。なんて言った？あ、スプリングアーツカンプか。いらっしゃいませ。暑い、みんな暑いって言葉まだ今年使ってないでしょ。
時代を先取って熱いを使ってますよ俺。熱い本当に。マジ熱い。もうこの上着脱ぎたいですね。とりあえずこのこれを。でもカバンに入りきらないですよ。俺温泉入るタオルとかも持ってきてるから。何これ。死んだ。それ初めて聞きました。神代明けばの88、本当に88やばい。久々に暑いって言葉をまだ今年使ってなかった。あ、これアジサイなんだ。今何の木って聞こうと思ったんだけど、確かになんかアジサイっぽいね。あ、なるほどね。すごいね、俺の心の中を読まれた。何の花なんだろうと思ったんだよね。枝が変な枝だから。全く正反対の季節のお花ですね。本当だ。このまま散るの？ビビってきちゃった。さすがっすね。このまま散るんだこれ。そうだよね。全く正反対ぐらいの季節のお花だもんね。6月とかだから。そうでもないか。あと4ヶ月ね。あのアジサイね、配信で俺お花全然興味なくて、別に全然好きじゃなかったのに、配信しだしてからね、いろんな地域のあのお花配信してるんですよ。そうそう、ヒガンバナとかも俺配信してるし、なんでこんなお花配信やるようになったんだろうね。今はね、これ配信するの見て綺麗だから。でもお花に対してのなんていうの、知識がないから、みんなに聞かないと。綺麗な景色の場所には行けるんだけど、このお花が何なのかは分かんないです。みんなはね、教えてくれないと分かんない。これなんか有名なお花の場所にはね、結構行ってるんですよね、いろんなとこ。桜とかね、チューリップとか、ヒガンバナとか。コスモスとか。やっぱね、外配信はそういうところ行かないとね、行く場所なくなっちゃうっていうのもあるし。これだと橋渡って向こう側行ったら、向こう側は多分あんまないな。これ一番橋まで行きますね、このまま行くと。スタンプラリーやっとけばよかった。これ桜、河津桜。河津桜は早咲き桜なんで、2月の中旬くらいがだいたい見頃のお花です。ちょうど今ぐらい。まあでも今年はね、10日ぐらい早いって言われてる。本当は2月20何日ぐらいが見頃なんですけど、今年は早いって。だからちょっと早めに来たんですよね。去年も配信したんですけど、ここは本場の河津町じゃないんだけど、南伊豆町ってとこですね。暑い、本当に暑い。昨日のあの天城トンネルの寒さが嘘のように暑い。よっしゃ、これ一番橋まで来たね。前原橋来た。あとは折り返して、あ、本当にキャンプ場あるの？こうあれか、七だるの方かな。何気にこれもう3個目見つけてるんだか。3個目見つけた。これ2つ押せばなんか、何これ。子孫繁栄、商売繁盛。かわいい、これちょっと写真撮っとこう。
応一番端っこですね。これが一番端っこ。汚いな、ほんと川が。川が汚すぎて笑っちゃう。あ、この一番端っこから向こうに向けて撮るか、写真最後。汚い川と一緒に撮りまーす。静岡県の伊豆半島にある南伊豆町の河津桜の並木道です。また折り返すだけですね。うん、河津のですか、知らんな。暑い。昨日まず天城のトンネルで雨にめっちゃ濡れて汗もかいて死んだ上に、今日この暑い汗もかいて、もう汗臭い。絶対早く温泉入んないと。この後ね、西伊豆に一応移動する予定です。車載するかどうか分かりませんが。あ、そうなんだ、あそこ海水きれいなんですか。ゴミがいっぱいあったとこかな、もしかして。今の時期は俺が行ったところかな。ここじゃないのか。あれ、夏は整備されるのか、もしかして。ガンガン。川じゃないと。え、何川だっけな、青の川。車屋さんがなんか修理してる。昨日配信したんですよ、河津町は。昨日配信したんで、今日は違う方の、違う町の河津だけど、あとはね、今日帰る、夜帰るんで、西伊豆を回って埼玉まで帰ります。かわいいワンちゃん。透明度ある。この川とはえらい違いですよね。すっげえ濁ってるでしょ。豆柴かわいいな。さっきまで本当集中豪雨だったから、青の川かな、さっき説明文見たの。俺は調べてないけど、自分でなんか青の川沿いに遺跡がありましたみたいな書いてあったから、多分これ青の川って名前だと思う。でも河津よりはこのね、一本一本がこうなんか狭まってないけど、一個がでかいね、なんかね、この幅というかボリュームがある河津町のやつより。河津町もうちょっと小ぶりなのがガーってあるんですよ。なんかあれ一本の木で、だってあのでかさでしょ。ちょっとジャンルが若干違うね、川沿いだけど。なんで、何が違うんだろう、わかんない。南伊豆町です。道の駅がある近く、この河津桜の会場、多分調べれば出てきます、すぐ。まあまあ有名になってきてるんで。駐車場満車でしたからね、さっき。
で、はもう前の日の心霊スポット明けにその駐車場でちょっと寝たんで、前乗りしてたんで、でもちゃんとお金は払いましたけどね、その9時ぐらいに500円払いました、雨止んでから。で、それで行こうかなと思ったらまた集中豪雨が来て、それがさっきまで12時ぐらいまでずっと降ってて知らん何それ。あ、でも下田近いですね。下田はさっき通ってきたんで、昨日。下田の次の町です。あの、色崎とか、弓ヶ浜。もうほんと南伊豆。もうちょっと多分あの山越えたら海です。考えらんないけどね、こんなに高い山があるのに。そう言われたら。この向こうも海です。さすが伊豆半島。山の向こうがすぐ海だからね。なんか桜吹雪になってる、うん、そうそう、弓ヶ浜の近く、まあ、今日はそっちは行かないですけどね、まあ、西に移動しちゃいますね。その行ったことはないんですよ、あんまり。人生で1回ぐらいしか行ったことない西伊豆。じゃあ日の入りを見てみて、夕焼けを見たいから。ちょうど晴れたし、もしかしたら見れるかも。さっきまで雨だったけど。役場があるとこ、そうそうそう。さっきね、役場のなんか、展望台どこだっけな、もう過ぎちゃったかな。なんか役場のね、外階段から上に展望台。あ、そうなんですね。4.3? すごいね。ここら辺なの？あ、あれ？逆側にあるやつかな？これ下流なんだ。あ、そのラーメン屋ね、なんか、あの、もらった紙に書いてあったかも。なんか割引券のやつ。3時から割引券みたいな。でも俺3時まで待ってらんないっすな。ちょっと私を取ってって、どんだけやねん、だよね、やっぱね、そうかもしんない。あれ見えます、今ここから真正面の。いいな、そういうの。地元のラーメンいいけどね、時間が、食べてる時間がないですよね。もうちょっと本当はここ10時でやる予定だったんで、雨止むの12時からやっちゃってるから、もう2時間ロスがあるから、もう行かないと。結構距離あるんですよ、西まで。こっから、あれ1個でかいっすよね、あの1つの幅が。あの、見ないと分かんないか、肉眼で。もうなんか上にも下にもこのサイズ感が全部そうなんですよね。これ河津町とちょっと違う、さっきも言ったけど。何味？塩？これ米沢ラーメンもいくつか食べに行かなきゃいけないしな。ね、そうそうそう、花火みたいですよね、本当に。逆にこんなちっちゃいんだろうね、かわいい小ぶり。いいね。あ、俺やっぱ一つ一つでかい。カーズも満開じゃないけど、まあ、8分咲きぐらいですかね、全部を平均したら。もうちょっと今週末で、この今日の、今日明日の暖かさで多分満開になっちゃうと思う、カーズも。今もう20度ぐらいあるんで、おそらく今日明日で、今週末がピークじゃないかな、河津は。こっちはね、もう河津より先に咲いちゃってるから、もうそろそろやばいかも。この暖かさで逆に。これもね、葉桜もあるから。こっちの方が若干南だからね、若干多分気温が高いんだと思いますよね。
河津より。こっちはしかも今日のこの暴風雨で、今日の暴風雨でも結構散ってるの見えますよね。結構散っちゃってるでしょ。河津はまだこれ下にこんなに散ってるのはなかったからまだ大丈夫だと思うけど、こっちはもう結構きついですね。そうそうそう、河津桜っていう名前の桜、河津から生まれた桜って言われてるの。原木がね、その原木はもう今満開、人ん家にあるんだけど、そこから植えてなんか観光にしていこうみたいな、あったらしいですよ。今じゃね、日本有数の名所になってますからね、河津桜ね。有数というか一番の名所か。ここがだから2番目、静岡では2番目だけど、他にもね全然あるんですよね。あのどこだっけ、あの神奈川とか埼玉にも河津桜のこういうところ何個かあるんですけど、ここまで大掛かりじゃないけどね。何これ、そうだね、そうそう、三浦もある。何これ、風がやばい。あ、これ温泉じゃね、源泉。温泉っぽいですよね。入る場所ないし。あ、ぜひ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 見に行って。でもあのね、河津町行くんだったらちょっといろいろな工夫をしないと。あ、くせ、あ、温泉だこれ、温泉。ちょっといろんな工夫をしないと。あ、そうなんだ。あ、こっちにも川があるのか。あっちにも咲いてるじゃん。ここら辺全部あの混んでるから、本当に舐めてかかると来る時間も帰る時間も大幅に遅れると思って来た方がいいです。来るなら電車が一番。車ほんときついっすよ、土日に来る方だったら特に。俺平日でもあえて時間を避けて3時とか、みんなねツアー客が帰るぐらいの時間に行ってやっと駐車場空いてるぐらいなの。一回俺お昼頃行ったら全部満車で入れなかったことあるんで、教訓を生かしてね、最近はもう3時ぐらいに配信してます。みんなツアー客が帰ったぐらい、土日なんか多分3時でもダメだと思う、車だと。あと帰りのあの伊豆から東京方面帰る道がもう大渋滞今。あ、ここ河津町じゃないよ、ここは違う、本家のじゃない方。そうそう、あそこ中国人、ベトナム人、あとね東南アジア系、フィリピンとかめっちゃ多いっす。日本語聞こえてこなかったもん、去年配信したけど。多分俺の去年の配信見ればわかります。周りの聞こえる会話が全部外人。本家はもっとねしっかりしてるって言った方がいいかな。すごい凄さはこっちもすごいんだけど、こっちなんか素朴感があるじゃないですか。本当になんかさ川沿いの風景みたいな感じだけど、あっちはもうちゃんと観光地としてしっかりしてる。まあそれぐらいしないとあれなんだろうけど、ね、やっぱ有名なとこだからもう、うん、こっちはすごい綺麗。河津はもう本当にそれを売りに、その1年に勝負をかけてるから1年そこの観光に全てをかけてるぐらいの意気込みを感じる。もう駐車場もめっちゃあるし、人もめっちゃ来るし、屋台もガーってめっちゃ並ぶし、これだって屋台一個もないでしょ今。そういう感じですよ、もう本当にお祭りを、お祭り会場って感じ。あっちを楽しみたいんだったらあっち行った方がいいと思う。俺あっちねもう4年5年ぐらい行ってるから飽きてきたんで、たまには違うとこ行こうかなと思って今日こっちも来てみたんだけど。あ、おすすめはやっぱ河津の方に行ってほしいですね、どうせ行くなら。しかも電車で行った方がいいと思う。だいたいね2キロぐらい歩けます。 2.5 キロ往復ぐらいで5キロぐらい歩けます。あ、でもね今年は本当に早いみたいですよ、天気がさ暖冬だから。その河津桜の原木の近くにある
お店で昨日ねわさび肉まんってやつ買ったんですけど、そこの店主とちょっとお話、まあ話っていうか向こうが勝手に話しかけてきたんだけど勝手に話しかけてきたんだけど、今年は早いよ、いい時に来たねって言われたから、いやーそうっすよねって言ったけど、俺その時期を狙ってきてるわけだからさ、こっちもいい時に来たねじゃなくてさ、いい時だと思ったから狙ってきてるとは言えなかったけど、配信なんだからそんないい時を狙ってきたわけだからこっちもね、これ来週が見頃だったら俺来週に来てるわけだからね、それ反論できなかったけどさ、あまたまだね怖くて食べてない、怖くてというかなんかもったいなくて投げんのよ、殴っちゃう、そうだ宣伝してって言われたから一応じゃあ宣伝しとくわ、これそのわさび肉まんと一緒に買ったんですよ、これこれ今度からね河津の売りにしていくらしいですよ、これでもさ上の絵がリアルだよね、わさびそのままなんか乗っかってるみたいな泣けるグルメ第1弾泣けるかなこれ食べたら、あでもさそっかわさびが辛いから泣くってことか、これうまいね、そういうことか、泣けるグルメってスーンと来て泣けちゃうんか、そうそうここでしょ、そう穴場なんですよここ本当にだと思って去年来たんですよ、あここ絶対穴場で人いねえだろうなと思ったら満車だったんですよ、だから甘く見ない方がいい、レビューは今日も俺が止めた駐車場もうすでに12時で満車ですから、ただ河津と違って駐車場が少ないんですよ、河津はもう1000台単位で止められるんだけど、こっちは200台ぐらいしか止められないから、河津行った客がこっちに来たり、こっち来た客が河津に行ったりするから、結局こっちも今セットになっちゃってきてて、ツアーもだから今これあんま人いないけど、これはさっきまで集中豪雨だったから出足が鈍ってるだけです、さっきまで伊豆半島集中豪雨だったんで、これ多分普通に土日とか晴れてる日だとめっちゃ混むと思う、こっちも、あーそうかもね、こっちはないね、河津はね駅があるから、確かにそうだね、そうっすね、車ない人は、なんかあれ写真撮ってるけどアイドルかな、ナビア？ただのカップル？ただのカップル？ただのカップルなのかグラビアなのかは分かんない。あ、そうなんだ。色だけで初日の出なんだ。日の出じゃなくてすごいね。混んでなかった？来た来た。ここに温泉があるんですよ。この温泉で俺ちょっとさ、体洗って。また西伊豆に移動するときに配信するか決めるんで、あそんなにいるの50人か、でもそうでもないか、初日の出にしては絶対綺麗だよね、じゃあちょっとここら辺で一回終わらせていただきます、ありがとうございました、温泉に着いたんで、あそっかアクセス悪いか、ありがとう、金の湯会館ってとこに着いた、はい、ありがとうございます。アイドルかな。じゃあここで温泉入ってちょっと体をね、昨日の旧天城トンネルの幽霊を全部流していきますので、ありがとうございました。お付き合いありがとうございました。ではでは、エンディング貼って終わります。